話をしてた時にティールランドってリカロンが好きに言ってて、それで僕のティールランドでバースデーライブができて、しかも一番の推しメンのシナモンちゃんとポムポムちゃんと、そしていちご級ファンの大切な仲間の人たちと一緒に素敵なバースデーライブを迎えられて、とてもとても嬉しかったです。ありがとうございます。いちご級はこれから今年もっと去年よりビシバシとたくさん活動していけるかなって思ってるので、これからのいちご級を皆さんも楽しみにしていてね。というわけで、みかちゃん本当にお誕生日おめでとう。はい、今日は本当にありがとうございます。なんか多分こうやってバースデーライブみたいなのずっと何年もやれてなかったから、なんかやらないのって何にも、なんかこうリプライとか何年もこう送ってくれる人がいて、今回本当にできてよかったなって思います。今日来てくれた皆さん本当にありがとうございます。なんか覚えててくれたのも嬉しくて、なんか泣く予定じゃなかったけど泣いちゃいました。ありがとうございます。これからも末永くどうぞよろしくお願いしますと。そう、あ、皆さん次が本当に最後の曲になるんですけど、これは本当だよね。これは本当、ガチだよ。だから声も知っちゃいけない状況。でもジャンプとかさ OK だから、ミカちゃんのお誕生日をハムと一緒に盛大に祝う気持ちで打ち上げて